の方をお願いしたいと思いますが、今案内がありましたように、この札幌演劇シーズンは、2012年、3.11、2011年の東日本大震災ですね、翌年の2012年冬1月からスタートしました。まあ演劇を通していろんなところで社会貢献もしていきたいという、そういう意を込めてのものであるし、一方でですね、札幌市が創造都市、札幌というのを目指してますけども、演劇を通じての創造都市、札幌というものに、我々も貢献し、あるいは関わっていきたいという思いから始めました。それで、札幌の場合はですね、なかなかまだ演劇関係者、今日もたくさん来てくれてますが、生活に結びつかない、演劇そのものが生活に結びつかないという状況にあります。そういう彼らをですね、少しでも長く、その演劇に打ち込めるっていうね、そういうふうなものにしていきたいな、あげたいなっていう、そういう気持ちから、まあ、有志で、この札幌演劇シーズンっていうのを立ち上げたわけなんですけども、演劇シーズンは、札幌のその演劇シーズンというのは、まあ、先ほども紹介ありましたように、絶対条件として再演というのは、つまりその過去に好評を得たものという、そこはないとダメな、再演されないという特徴があります。昨日もですね、実は来年の2017年の冬、来年の1月の半ばから始まりますけど、それにどういう作品を書けるかというので、応募作品が10近くありました。その中からじゃあ来年はこういうのでやってもらおうじゃないかというのを、いろいろ昨日選考を選定部会を開きましてしましたけれども、ですから普通のイベントですと、やりたいっつったらそのまま大体やれる、その劇団が言ったらやれるんですけど、ここはこのイベントはせっかく皆さんにですね、質の高いものを楽しんでいただこうという、だって札幌に来てレベルが高いねというふうに、認識して、全国から認識してもらうためにも、選考をかなり厳しくやって、とにかく、前回、前々回かもしれませんが、そういう時に、この作品を、公演した時に、どれだけ、皆さんから好評を得たかという、そういうことを重視しているという特徴があります。それで、年に 2回、冬と夏、札幌、北海道は、全国の人が冬と夏、札幌といえば冬、あるいは夏だよねっていう、そういうイメージがありますけども、その時にちょうど、観光客の人にも来ていただいているような時に、これを、このシーズンを、設けました。で、そのことによって、札幌の人はもちろん、あるいは札幌近郊の人、それから道外の人だけではなくて、道外からですね、でも観光客で来た人に、札幌って演劇があるんだ、こういう時にっていう、でじゃあちょっと覗いてみようかという、それで、ゆくゆくはですね、このシーズンに行くと札幌で演劇も見られるから、冬、雪祭りのついでに行ってみようかと、そういうふうになってくれればいいなという思いも込めて、2シーズン制になっております。でこれも全国ではこういう形でやってる演劇シーズンというのはほとんどない、まれなものなんですね。でおかげさまでそういうこともありまして、今年5年目に入りますけども、札幌演劇シーズンは、観客数が昨年1年間、2シーズンですが、で、1万人を超すことができました。普通はもうほら、劇団式とかね、ああいうことを考えたときには、1万人なんかすぐ入るじゃないと思うかもしれませんが、我々の演劇は、大体100人、前後の劇場、小劇場でやってるもんですから、そういう意味では1万人を1万人以上集めるというのは大変な、ことなんですけども、まあ、なんとかそれをクリアできるところまで来た。それは結局は演劇ファンの方、あるいは演劇ファンの人から、行ってみないと誘われて来てくれた方、そういった方たちがね、まあ、支えてくれてるのかなと、おかげさまでこうやって1万人を
ことができたんだなと思っております。我々もですね、お客さんがこうやってどんどん来てくれるようになったということに応えなくちゃいけない。でそのためにはやっぱり、演劇の質というものも、高めていく必要があると思います。それは、これまで8シーズン、今度 9シーズン目ですが、8シーズンに関わってきた、舞台の人たちが多分みんな、よし次はもっといいものを見せてやろうという気持ちで、今回臨んできてくれてるなというふうに思いますし、それを期待しております。そういう意味ではですね、今回も初参加の団体が、2つほどありますけれども、残り3つは過去においても出てきてくれているという、そういう新旧のところの舞台人がですね、それぞれのことを意識しながら張り合って皆さんに面白い芝居を見せてくれるんじゃないかと思います。ぜひですね、今日ここに入ってくれた方々はもちろんですが、皆さんから家族の方とかそういう人たちにも、面白いらしいよと言って、いただけますか。それでまず皆さんがですね、一歩劇場に足を踏み入れていただく、まず何もそうでも一歩から始まりますからね。ぜひ、今日ここにこうやって集まってくださったことをご縁にですね、札幌の演劇をかじってみようという気持ちになっていただけたら幸いだと思います。今日は秋元市長もご出席してくださってますけども、我々の活動に対して市とかですね、民間の企業などもいろいろご支援をしてくださるようになって、してくださっておりますが、そういうことに応えるためにも我々は頑張ります。どうぞ今シーズンもよろしくお願いしたいと思います。